カッサンドラーカッサンドラーを領辱する昭和やアース、カッサンドラーはギリシア神話に登場するイリオスの王女である。悲劇の予言者として知られる。日本語では長母音を省略してカッサンドラ、カサンドラと表記されることが多い。プリアモス王とヘカベートの間に生まれた。長兄にイリオスの英雄、ヘクトール、兄にパリスの審判で知られイリオスに戦乱をもたらしたパリスを持つ。 同じく予言能力を持つヘレノスとは双子だという。アポローンに愛され、アポローンの恋人になる代わりに予言能力を授かった。しかし予言の力を授かった瞬間、アポローンの愛が覚めて自分を捨て去ってゆく未来が見えてしまったため、アポローンの愛を拒絶してしまう。憤慨したアポローンはカッサンドラーの予言を誰も信じないようにという呪いをかけてしまった。カッサンドラーは、 パリスがヘレネーをさらってきた時も、トロイアの木馬をイリオス市民が市内に運び込もうとした時も、これらが破滅につながることを予言して抗議したが、誰も信じなかった。イーリオス陥落の際、ショーアイアースにアテーナーの神殿において領辱された。ショーアイアースは、これによってアテーナーの怒りを買い、ギリシアへの航海の途中で溺死させられた。カッサンドラーは、 アガメムノーンの戦利品となり、見ーけないに連れて行かれた。そして、アガメムノーンと共に、アガメムノーンの妻クルタイムネイストラーの手にかかり、命を落とした。ありがとうございます。